こんにちは、なおいです。こんにちはです。今日は触ってくれたままプレイしていきたいと思います。1週間ぶり、はい、新しいイベントが始まったので、そちらを今日は紹介していきたいと思います。くれたまーマシマシー。あ、なんか和風になってない？そうなんです。ちょっとね、このイベントの特色を生かしたお部屋の模様になってます。新しいイベントの、はい、スペシャルイベント、ぽかぽかぐでたま旅館開催というわけでですね、11月14日発売のおもちゃですね、ぐでたまミニチュアフィギュア、ゆったりぐったりゆったりぐったりぐでたま旅館や、テレビ番組で放送中のぐでたまショートアニメで登場する予定のぐでたまたちをゲーム内で獲得できる特別なイベントですということで ですね。やり方はいつもと一緒です。全体レベルと個人レベルを指定のぐでたまを作ってあげていってプレゼントをもらうっていう、新しいぐでたまのレシピがいっぱいあるので、このイベントに合わせて、それもまた可愛くていいですよ。合言葉やイベントの個人報酬等で獲得できるぐでたまも含まれますと。だからまだ持ってないものとかもこのイベントのポイント対象のぐでたまで出てくるので、これをちょっとこう調べながらやるのがいいかもしれませんね。11月28日月曜日まで、来週の月曜日ですね。はい、じゃあもう結構もうやってる人も多いわけだね。そうですね、もう先週からだもんね。そう、終わったって人もいるのかな、もしかしたら。僕らが PPAP やってる頃に。そう PPAP 踊ってる頃に踊った。で、これイベント開催記念でですね、その合言葉を送るとプレゼントがもらえる。キャンペーンもやってる。いいじゃん、これ絶対にもう合言葉が持ってるので必ず忘れずに、もうやってますよね。ぐったりぐったり。ゆったりちゃんとチェックしとけば大体みんな持ってるってことだよね。そう。メニュー行って合言葉。ゆったりぐったり。はい。ダン。おーい、もらってなかったまだ。これですね、一番上の。ああ、温泉ぐでたま。配布。温泉ぐでたま。温泉卵みたいな感じ？はい、鍋6時間レシピで作れる温泉ぐでたま。これがゲットできまーす。で、毎日ログインボーナスももらえるので、こちら、はい、この限定チケットですね。この卵ポンで使える、これもまたね、そう、前回同様ね。そう、必ずゲットしてください。じゃあ卵ポン見ていきますか。はい、最初の頃なんか木でできたなんかしょぼいやつなんですよ。ああ、なるほどね。だんだん高級になっていくので。ああ、なるほど、なるほど。はい、で、詳細見てみましょう。はい、いちごやにせたま、これすごく欲しい。いちごやにせたまね。そう、ぐで大根ね、これはなんか見たことありますね。そう、あとは納豆とかうずらのこやつとか、和菓子とかね。そうなんです。くしゃみぐで玉、汚い。海岸ぐで玉、これすごいな、目開けようとしてるのかな。かわいいね。あ、卵寿司、卵寿司はね、ゲットしました。はい、ね、なんかツヤツヤでね、ツヤツヤで。これ最初木だったんだよね。木でした。いきます。じゃあ、はい、あ、そこで、あ、金だ。これはちょっと期待じゃない？まさかの？いきなり？いきなりよ。金？やったー！欲しいやつだ！欲しいやつじゃん、しかも一ぐらいにせた。おお、今日はすごいぞ。狙った通りにあった。鼻の穴が膨らむ。すごい。鼻の穴が膨らむ。すごい、やった。いいね。ね、ちょんまげが出てる。あ、悪いやつだな。悪いやつだ。ここです、左の下に。あ、ポンチケット8枚あるんで、これもちょっと全部引いてみましょうか。あら、今日やっちゃう。他にも取れてないのがまだあるので、ああ今日取れるかなってことで、ちょっといきましょう。じゃあ8枚いきます。はい、はい、あ、白だ。うん、あー、ブーン。白か。大谷さん、ほんと動体視力ですよね。いや、見てたらわかるじゃん。見てない。あ、おー、いた。ちょっと可能性あるぞ。頼む。おー、大当たり2回目今日。ひょっとこぐでたま取れた。おー、やった。次行こう。結構当たってんじゃん。今日すごいいいね。いや、あ、金じゃん。金、おーだー、出たよ。また金、まさか連続。おー、こういう時気をつけなきゃね。ぬかやろ、可能性あるよ。もう一回来るかもしんないかも。かぶりが来る。おー、和菓子ぐでたまも取れちゃった。どうかしてるぜ。どうかしてるぜだね。かわいい、これ。全然ぐでたまいるよ。いる。何回ぐらい出るか。何でした、白。あ、見てなかった。
金庫。ああ、また。ちょっと待って、本当に怖い。は。おお。かぶりなし、かぶりなしでお願いします。しかもこれイベントなんじゃないんじゃない？違う、かぶりだ。いや、もう3個取ったら十分なのかな。確かにね。でも隠し味台は欲しかった。あ、そう。うん、じゃあ行こう。あと2回、はい。白だ。白か、白でもいけ。飛び越えろ。無理か。いや、でも分からんで。カン金だ。よいしょよいしょ。ちょっと金多くね。お願いします。あー、かぶったー。あ、9回やって5回金金は4回出て、そう、あ、大当たりが5回出た。そう。あ、すごい。じゃあ見てみましょうか。おい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 、なになにこれ。じゃん。あ、はい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 、はい、これね、いつものね。あ、かわいいじゃん、なんか真ん中のちょっとそうで、このここにいるグデタマもよく変わるんですよ。これじゃない時もあったんで、個人の方が重要です。ほら、こういうレシピがあるんですよね。レシピね。そう、ほら、あ、レシピがあるんですよ。レシピ取らなきゃね。ほら、はいはい、ね、このレシピが欲しいので絶対に今回頑張りたいですが、ほっこりレベルまだ3だけど、これ大丈夫なの？うん、大丈夫じゃないかもしれない。これ、ごひいきおにぎりっていうのがあるんですけど、要はだからポイントが2倍になるんだね。だからこれを使っといて、そう、作ればポイントもらえるポイントが2倍だから、はい、その分たくさんレベルが上がるってことだ。はい、でも5分間だけなので。あ、結構短い、ま、待てないんですよ、普通の。だから1時間半レシピは早く出来上がるように金の卵を使わないといけないので。なるほどなるほど。そうなんですよ、今のイベント中に使うのが一番いい。使います。はい、出てますね。出てますな。ポイント2倍。じゃあまずはこの和菓子。よしよしよし、調理開始。初めてだからね。で、急ぎのもと、うん、使う。使う。金の卵10個もいる。いや、使おう。はい、できました。あ、混ぜんなよ、ここはね。よかった。はい、で、ゲットできたと。できた。あー、あとー。ノー。これは失敗やつか。ノー。一つだけ成功したじゃないですか。それでどのぐらい個人成績が上がってるか見てみましょう。いや、だって24。あ、増えた増えた。レベル4に上がった上がった。一気にいきますね。ただめっちゃ金の卵使う。というわけで今日は触ってくれたまの新しいイベントをやってみました。11月28日月曜日までなので、皆さんもどんどん成績を上げてアイテムをゲットしてみてください。それでは皆様、さようなら。大江さん、朝起きました？ああ、今日ね、ね、あの関東地区は地震がありましたよね。でもそれでね、うち揺れてエリザベスだけ倒れたんですよ。お前、エリザベスだけ倒れてた。朝起きて、ママなんか大丈夫だったかなって見たら、これだけスコーンって倒れて。めっちゃおもろいやん。スコーンだね。スコーンって。あ、そうだ、全然関係ないけど、うん、今度川崎に、うん、日本1号店ができる店があって、はい、パンダエクスプレスって言うんだけど、知ってる？あ、はい、中華の。そう、ハワイとかにある。あれ、ハワイとかにあるやつなんだ。あったあった。アメリカンチャイニーズフードの店なの。うんうんうん。アメリカンチャイニーズフードのチェーン店が日本にやってくる。そうそう、人気ですよ、結構。あ、そうなんだ、うん、面白くてちょっと今度行こうよって友人と言ってたんだけど、うんうん、まずさ、うん、アメリカンチャイニーズフードって何って話が面白くて、アメリカの中国の料理だから、風に カリフォルニアロールみたいな。あ、そう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 。だから、でも、中華ですよ。なんか炒め物が多いというか。普通の中華なんだ。だからフードコートみたいなとこにあるんですよ。あー、なるほど。お店っていうよりは、私はフードコート、出店みたいな感じというか、フードコートです。あ、フードコートにあった、モールとかの。そう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 、そういうのしかまだ私は見たことないです。店舗は見たことない、そういうなんかお店。それがまた川崎にできたっていうのがちょっと面白くて、試しにやるんじゃないですか。でも、そう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 、関東でなんかその新しい店を出すときって、その神奈川の方でなんかまずは出すのが多いみたいですよ。だから辻堂とかあっちの方とかで実験的に、なんかモスバーガーの新しいなんかスタイルの店舗とか、
そういうのもあっちでまず出すとか。ああ、なんかあるのかな、そういう層というか。なんかね、測りやすいんじゃないですか。うん、何の話だよ。だから大江さんは新しい食べ物が好きって話です。あ、そうなんだ。だからあのタコベル、タコベルだ。タコベルね、タコベル。ブルーボトルもね、そう、一の一番に行きましたよ。あ、これも絡まりでやりましたね。やりました、僕一人で行きましたよ。誰か、うん、謎の病気に感染して。そう、私がね、本当高熱、手紙書いたんですよねそうそうそう、菊池と二人で読んで、そう、次の日に僕行ったよ、一人で。雨の中ね、雨の中、あの日に大江さんが雨男ってことが判明したんですよねそう、なんか絡まりでロケに行くと絶対雨が降るねって話をしてて、どっちだろうって言ってたんですよ。だから大江さん一人の時に雨がザーザー降ってたんで、大江さんだねって。そういうことだねそうなったんですよねそうです、最近手島葵に似てるって言われたんですよ。誰？ゲド戦記の主題歌歌った子。あ、わかったわかったわかった。